ほう、沙織です。乾杯、イエイ。ドラクエ10やってきます。はい、オルフェア後半戦でございます。はい、神父さん、飛び出せ神父さんでしたっけ、何でしたっけ、助けて神父さんでしたっけ今日はね、神父さんにまつわるお話みたいですよ。ようこそお越しくださいました。あなたは腕が立つようですね。実は問題が、ちょっと聞いてください。ヘッチャーフという冴えない料理人が、えらい言われようですけど、神父になろうとしています。そうなればこの町の神父は二人になってしまいますわ。二人もいては片方が用済みになるのは必然。長年築き上げてきた神父様のキャリアをこんな形で失わせたくありません。なるほど。この町でこれからも神父を続けさせるには方法は一つ、結果を残すことですわ。誰もが納得するような大きな結果をね。で、私考えました。神父様が呪われている方の呪いを解けば名声を保てるから、当面町から追い出される心配はなくなると。しかもただの呪いではなく、より特殊な、そうね、椅子から立ち上がれなくなるとか、インパクトのある呪いがいいですわね。そんな都合よく呪いかかった人なんて見つかりますかね。そこであなたにお願いがあるのです。オルフェア地方西の南東あたりに特殊な呪いを使う魔物がいると聞きます。お礼はしますから、そのあたりへ向かってそんな特殊な呪いにかかっている方を探してくださいませんか。呪いをかける魔物の近くには呪われた人も確かにいるかもしれないよね。はい、受けましょう。まあ嬉しい、ありがとうございます。椅子から立ち上がれなくなるような特殊な呪いにかかっている方を見つけたら、このクラッカーを鳴らしてください。音が聞こえる範囲でしたら、私すぐに駆けつけますのですごい能力ですね。それではよろしくお願いしますね。はい、どこでもクラッカー、またなんかよくわからん依頼を受けてしまいました。行かないで、あ、そや、行かないで神父様やな。はい、行きましょう。まあ神父さんは町に二人もいらないと、そういうことですかね。はい、オルフェア地方西の南東あたり、洞窟にメロポネスさん、はい、マークがついてるんで、この人がなんか知ってるんだと思います。魔物の呪いで椅子から立ち上がれなくなってしまいました。お願いです、助けてください。いた、呪いにかかってる人いたわ。あ、ここで笛を鳴らせばいいのか。笛でしたっけ、何でしたっけ。あ、違うわ、クラッカーや、クラッカー。はい、このどこでもクラッカーを使います。これでいいのかな、駆けつけてくれるのかな。そんなにすぐ来れる、結構遠かったよここ。来た、早っ、すごっ。くったりしちゃってるわ。急いで来たんやな。あなた、よく見つけてくれましたね。部下にしてあげてもいいくらいですわ。賞賛ありがとう。あ、神父様、一刻を争いますわ。オルフェアの町で生き残るためにも、お祓いで呪いを解いてあげてください。ちょっと待ちたまえ、久しぶりに走ったから呼吸が。純粋に走ってきたんや、それにしてはすごい早かったけどね。少しは落ち着きました。困っている方を見過ごせません。早速呪いを解きましょう。お、お祓い。おお神よ、我が主よ、この者の体より呪いを払いたまえ。はい、シンプルに神父のお仕事をなさっています。ん、お、あ、椅子から立てましたね。よかったよかった。お、動く、体が動くぞ。お、よかったね、降りれたね。ありがとうございます、旅の方、ありがとうございます。神父様、私カメラマンのメロポネスと言います。このご恩は一生忘れません。いいえ、当然のことをしたまで。ぴょんぴょんして可愛いな。やりました、呪いを解いたわ。この噂を広めれば神父様は安泰ね。町から追い出されずに済むわ。あなた、お礼をするから後で教会に来てくださいね。はい、私特に何もしてませんね。クラッカーパンって鳴らしたらすごい速さで二人がやってきてくれましたけど。さあ行きましょう神父様。
こんな近くで叫ばなくても。しかも洞窟の中やしね。あ、走ってったわ。しんどいな。結構遠いからさ、私はこのドルボードがあるからいいけどね。はい、よかったね、メロポネスさん。ありがとうございます。おかげさまで動けるようになりました。これで仕事をすることができますよ。私、カメラマンをやっております。街で撮る写真に限界を感じましてね。今は大自然を舞台に写真を撮ってますよ。うん、生き生きしてますね、顔が。はい、じゃあ戻りますか。その前に宝箱は。はい、教会に帰ってきました。あなたにはお世話になりましたね。噂が広まれば神父様の地位も安泰です。町から追い出されずに済むでしょう。これはお礼になりますのでどうぞ。はい、サクッとクリアでございます。ほんでどうなるの、このさ、それぞれのさ人の話がどういう風に繋がっていくんでしょうか。うん、もう繋がらないのかな、分からんけど次回予告見ましょう。うん、これで最後やと思うんですけどね、どうやろうか。昔の有名な魔法使いのステッキなんですけど、ジュバー?ん?こんな美しいモデルを私は見たことがない。今回はカメラマンさんのお話っぽいね。もう二度と、やっと出てきた!オルフィアの奇跡。はい、パクレ警部っぽい後ろ姿が見えましたね。よし。次こそはパクレ警部を救出に行けるのでしょうか。はい、また戻ってきました。うん、よいしょ。おお、あなたは。あの時は神父様を呼び呪いを解いていただき、おかげさまで助かりましたよ。私、カメラマンのペロポネスと言います。街で撮る写真に限界を感じましてね。はい、さっき聞きましたね、これはね。そうだ、あなたならもしかしたら。あの、一つお願いがあるんですが。実は私に呪いをかけた魔物に大切なものを盗まれてしまったんです。昔の有名な魔法使いのステッキなんですけど、オルフェア地方西の南西フェルアバの洞窟を住処にしている影のような魔物でしてね、なかなか強く私では手に負えないんですよ。よろしければ魔物を退治して大事なステッキを取り返してもらえませんか。はい、久しぶりになんか戦い系の依頼をされましたね。オッケー。おお、あなたは本当に親切な方ですね。私、感激してしまいますよ。そうそう、あの魔物を呼び出すためには私の写真機が必要になりますので、準備を終えたら私も向かいますね。一緒に来てくれるんですね。写真機を狙っている魔物？え、よっからんな。はい、今すぐ行かせていただけるみたいなんで行きましょう。一番奥にね、行けばいいみたいなので行きますね。はい、奥までやってきました。入ってみましょう。さあ、魔物が出てくると思われます。お、来た来た。すいません、お待たせしました。全然待ってませんよ。あの魔物は特別な写真機の光に反応し姿を見せるんですよ。今写真機を出しますね。ごそごそ。メロポネスは特製写真機を取り出すとシャッターを切った。お、フラッシュ。写真機の光に反応し何かがうごめいた。お、出てきた。出た。あの魔物ですよ。あいつが私に呪いをかけて私の大切なステッキを盗んだんです。あの魔物を倒してください。私は避難していますので、あとはお任せしましたよ。お、シンプルな、こういう依頼なんか久しぶりやからさ。はい、頑張って倒しましょう。なんかボス戦も久しぶりですね。ジュバジュバジュバ、何を言ってるんです。ジュバジュバジュバ、あ、鳴き声的な感じかな。はい、襲ってきた。おい、頑張っていきましょう。呪いの影、まんまのネーミングですね。おい、今回は武闘家魔法戦士僧侶の皆さん、はい、プクリポの皆さんでございます。幻魔召喚カッカロン、よいしょーよいしょーい。あ、何それ、ボムボム回、すごい、ボムがいっぱい。これ近づけませんね、これね。おー、すごい、かっこいい、サミダレ付き。わ、かっこいいね、武闘家の方。はい、マヒャドが来るわ。私何もやってないな。ちょっと攻撃していきましょう。火柱でいいのかな。はい、よいしょ。呪いが来るよ。ちょっと呪いに気をつけましょう、皆さん。はい、
ちょっと僧侶の方が呪われてしまったらね、回復はできないから大丈夫か、みんな呪われてないですか、大丈夫ですか。はい、結構火柱が有効っぽいですね。はい、マヒャドも効いている。よいしょ、火柱で行きましょうか。あ、すごいダメージじゃない、さっき。え、どの方の何の攻撃かちゃんと見てなかったけど、すごいダメージが食らいましたね。はい、火柱。あ、そっか、テンションスーパーハイテンションやって、テンションが上がってんや、舞踏家の方すごいね。ははあ、ボン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 、あ、私なんか動けないんですけど、何これ、寝てるの、なんだ動けないんですけど。あ、目を覚ました。ふう、危ない危ない。よいしょ、はい、火柱行きましょう。あー、こっちに来てるね。よいしょ、お、うわ、もうすごい舞踏家の方がすごく強かったへえ、はあ、ジュバジュバジュワはい消えちゃいました、あっけなかったね。あ、これが魔法使いの方のステッキ、なんか有名な魔法使いの。いやー、お見事ですね、私ほんと感服しましたよ、私もです舞踏家の方がすごかったよ、可愛い見た目やのに。はい、これが大事なやつなんですかね。あの魔物はこのステッキを盗むため椅子から立ち上がれなくなる呪いを私にかけたのですよ。はい、このステッキはそんなにええもんなんですか。はい、大事にしてください。ふう、取り戻せてよかった。ん、どうした。うーむ、これはもしや、どうしたんですか、そのステッキが。え、うん、あなたはいいモデルになりそうだ、私にはわかりますよ、ステッキを持ったあなたはさぞかし美しいでしょうね。え、ぜひともあなたをモデルにしたい、写真を撮らせてください、お願いします。私、写真撮られるのあんまり好きじゃないんですよねそんなこと言わずにそこをなんとかお願いします、あなたは最高のモデルです、私にはわかるんですはい、まあ、熱心に頼まれましたんで、はい、しゃなしやで。はい、ありがとうございます、間違いなく最高の写真が撮れますよ。ここじゃダメですね、もっと綺麗な場所でないと私のイメージした写真は撮れません。場所は、そうですね、銀の丘にしましょう。あとで銀の丘に来てください、私は準備をしてから向かいますので。銀の丘ってどこでしたっけ。それではまた走ってったわ、いちいちな仕草が可愛いんよな。はい、リンクル地方にある銀の丘に向かおう。私行ったことないんかな、今すぐ行きますかって言われませんでした。はい、リンクル地方とな。あ、ここか、あ、この不思議な扉があるところ。え、ちょっとこれ、パクレ警部がここに入っちゃったんですよね、確かねいや、遅くなりました、ちょっと準備に時間がかかりまして。確かにここは綺麗な写真が撮れそうですね。銀の丘であなたみたいな美しい人を撮れるなんて、この仕事をやっててよかったですよ、めっちゃ褒めてくれますやん。さて、どこで撮りましょうか。ベストスポットは、ん、うん、あの扉の前がいいですね。そうかな大自然の方が良くないですか。あそこで撮りましょう。それを持つのね。ではステッキを持ちましょうか。沙織はステッキを持たされた持たされたすごい棒立ちですけど、うーむ、これは美しい、まさに芸術だ。あんまりよくわかんないですね、私には。こんな美しいモデルを私は見たことがない。よし、早速写真を撮ろう。しばらくそのままの姿勢でお願いしますね。はい、沙織さん、その扉の向こうから顔だけ可愛い感じに出してもらえますかすごいポーズの指定が。あ、その表情すごくいいな。じゃあ次、そこで振り返ってください。はっはー、抜群ですよ。じゃあ最後、最高の笑顔でにっこり笑ってください。いやー、まいったまいった、つられてこっちまで笑顔になっちまいましたよたくさんの写真を撮られた最高の写真がたくさん撮れました、私は大満足ですよ、これは私の気持ちになります。はい、お礼をいただきました、ありがとうございます。いや、それよりもさ、パクレ警部が気になるんですけど、この後あんのかな。はい、
おや、終わっちゃうぞ。では私はこれにて失礼しますね。そのステッキはあなたに差し上げます。また会いましょう旅の方。あ、別に大事なものでも何でもなかったんかな。このステッキなんなんやろこの人にとってのこのステッキってなんなんやろ。あ、開いた。あ、パクレイ警部むっちゃちっちゃくなっちゃってるやん。ひくひく、ここは嫌。我が輩の人生は終わった。もう二度とここからは出られんのだ。思えば短い生涯であったな。父上、母上、我が輩は先に。うん、開いたか。よし、こうしてはおれん。我が輩がいなくてダンダダダンが活動を始めているかもしれん。急いで戻らねば。はい、まあ警部のね、鼻的なのが効いてますね。ダンダダダン盗みを働こうとしてたからね。ここはそうか、どうやら500年後の世界のようだね。あ、フォステイル。あらあら、やあサオリ、やはりまた会ったね。フォステイルだよ、久しぶりだね。はいはい、過去で会いましたよね。その羽が欲しかったんだ、私のステッキについているその羽がね。今の君が知っているかどうかはわからないが、それは君が私に託してくれた羽だ。はあ、過去でそんなことがあったような。その羽に魔力が宿るまで500年間私は待たなくてはならなかった。ちょっと失礼するよ。はい、これホステールの杖なのかな。お、ホステイルの手の元に戻った。魔力を宿したこの羽さえあればパルカラス王国の人々を救える。そう、パクレ警部をこの扉の中に閉じ込めたのは500年の時を超えてこの羽を受け取るための計画だったのさ。すなわちパクレ警部を扉に閉じ込めたことによりダンダダダンは活動を再開する。それが物語の起点になる。活動を再開したダンダダダンはミュルエルの森で私の像を盗もうとして、そのリーダーがぎっくり腰になる。ぎっくり腰になったリーダーを解放しようとファンの女性がお見舞いの料理を作るためプクプクピーチを買い占める。オルフェアからプクプクピーチがなくなればある料理人が得意料理を作れなくなり自信を喪失。だから神父になろうと決意する。料理人は神父になり、神父が増えたことに危機感を抱いたシスターはもともといる神父の名声を守るためある写真家の呪いを解かせる。呪いを解かれた写真家はステッキの所有者だ。彼は沙織にモデルとしての資質を感じ、撮影のために銀の丘へ誘い、今ここに私のステッキは運ばれた。すべて私の計画通りだ。ふん、君が協力してくれることも含めてね。君はこのオルフェアの奇跡の物語を紡ぐ最高のメインキャストだった。感謝しているよ、サオリ。全部お見通し？そんなことってある？全てが繋がっていた。全然繋がってなさそうけど、神父になれたんやね、よかったね神父になれたけど、え、神父が2人大丈夫かな、よっからんけど。はい、まあいい写真が撮れて満足そうでございまして、ほんで、はい、ダンダダダンはパクレ警部に追いかけられてたみたいな感じでしたけど、全てはフォステイルの思うがままにストーリーが運び、ほいで、あの羽のついたステッキでフォステイルは救うんですね。なんとかっていう国、何でしたっけね、国を救うんですね、ホステールはね。すごいね、500年後の世界のあらゆる出来事を読んで、で私がそのステッキを届けてくれるっていうね、メインキャストに仕立て上げられちゃいましたなんともびっくりするようなお話でございましたね。ちょっと最後にダンダダダンちょっと会いに行こうかな、ちょっと気になるよね。お、なんか戻ってできたらですね、オルフェアね、ムービーシーンになったんですけどパクレ警部やん。はあ、どうしました。
思った通りであった。やはり我が輩がいない間にダンダダダンが暗躍しておった。だが我が輩が復活したからにはもうダンダダダンの好きにはさせん。お、元気に活動してるよダンダダダンが。オルフェアの平和は今日も我が輩が守るのである。お、飛び越えた。パクレケーブの上を軽々と飛び越えて、待て待て待て、元気に追いかけっこが始まりました。こっちや。はい。ダンダダダンと喋りたかったんやけどな。あのファンの女の子のとこにでも行ってみましょうか。はい、花ポッパちゃん。パロ様ったら、私の料理を全部平らげちゃったのよ。これぞまさしく愛、愛よ、愛だわ。1年分全部？こうなったら、猛烈にアプローチして、速攻で結婚まで行ってやるんだから。ちょっとつもしん、私まっしぐら。元気で何よりです。神父様が呪いを解いた噂は順調に広まっているようです。ふふふ、これで一安心ですわ。これでヘッチャーフが実力をつけても神父様の名声を超えることはないでしょう。この勝負私たちがもらいましたわ。神父同士で、あ、なんか勝負を繰り広げられている。まあ、シスターだけっぽいけどな。このなんか神父さんはなんかのほほんとしてそうやけどな。こうやって淡々とお仕事をされているわ。はい、ヘッチャーフさん、その後どうですか？私この前神父デビューしたんですよ。生まれて初めて町の方々に神の教えを説いてきました。プクプクピーチが売り切れてなければ私は神父になっていませんでしたよ。これもおそらく神の導きでしょうね。まあ楽しそうでよかったですわ。はい、神のお告げとかありがたい教えとか主人は一日中そんなことを言ってますけど、まあ元気になってよかったです。私もそう思います。料理人を辞めると言っていた時は本当に落ち込んでいましたからね。元気でいられるのが何よりです。ね、新たな目標ができてよかったね。まあ、ぷくぷくピーチはそろそろ在庫復活してると思うから料理人のままでもよかったと思うんですけどね。お、ダンダダダンのアジトに来たらいました、いました。隠れが出てきたから盗みできねえし、っていうか俺ぎっくり腰のせいでまだ盗みとかやってねえし、俺欲求不満。あれ、さっきオルフェアの街で元気に走ってたけど盗みをしてたわけではなかったんですね。しかもたった一人のファンだからってがっかりさせねえために花ポッパの料理全部食べたら俺腹壊しちまったし。もうちょっと食べ過ぎですね。なんか俺いろいろへこんだわマジで。っていうか神に見放されすぎてるし、マジで俺の悲劇最後まで神がかりすぎ。悲劇が神がかってるってなんか難しい日本語ですね。まあこの喋り方癖になりますね。やれやれ、どういうわけかパクレ警部が銀の丘の扉から出てきたようだ。誰があの扉を開けちゃったんだろう。はい、私、いや、フォステイルかな。まあ私か。ミュロエルの森に行けたりして結構楽しい時間を過ごせたんだけど、しばらくはおとなしくしてないとダメか。まあ追っかけっこをね、またね、街の人は見たいのかな。あのファンの子だけかな。はい、あと写真家にも会いに行くか。おい、メロポネスさん、今思えば私が呪いにかかっていなければあなたと出会ってなかったんですよね。いや、不思議なことがあるものです。おかげさまで最高の写真が撮れましたし、この仕事を続けてきてよかったと私は今心の底からそう思っていますよ。よかったです。ねえ、なんか物事がうまいことつながってって、ホステールの元までたどり着けましたもんね。不思議なお話でした。まあ正直私ホステールとあの羽の下りはあんまり覚えてなくって、過去編で坊ちゃんを試練に出した時に何かしたんでしたっけ、あんま覚えてないんですけど、ちょっとその辺見返してみたいと思います。じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。